ナチョです。今日エビノは、雨が降っているので、ちょっとこのガレージで、ものづくりしたいなと思ってます。うちの弟が、よくキャンプとかやるんですけど、その時になんかこう気軽に使えるちっちゃいケーブルが欲しいということで、まあ、いつも世話になってるので、それ1個作ってあげようかなと思ってます。まあ持ち運びが楽でちっちゃくて一人でこう使うような感じの、折りたたみのケーブルを考えてます。こんな複雑なことはできないんで、簡単に、作っていきたいなと思います。じゃあまずは材料からそれでいきます。サイズは、長さが60センチで、ここが45センチにしようと思ってます。ちょうどいいサイズのプリント合板が余ってたんで、これ1枚6ミリなんで、これを貼り合わせて12ミリにして、でその上に、木の板をこうヘリンボーンのような形にして貼って、そうするとだいたい22ミリぐらいの厚みになるので、それを天板にして、で足はこうなんか折りたためるように、作っていこうかなと思います。ドライワックス塗っていきます。
い、じゃあ廃材使って足をつけていきます。
テーブル作り終わりました。とりあえず完成。今回、このヘリンボーンっていう、柄に挑戦してみたんですけど、まあテーブルの構造上は非常にシンプルなんで簡単です。ただこの柄を作るために材料を揃えるのが結構大変、要は面取ったりとか、削ったりとか、そういうのがちょっと手間がかかるだけで、テーブル自体は簡単でした。裏はこうやって、まあ、折りたたみができるようになってて、開いた時にここで足が止まるようになってます。で、使わない時は、まあ、折りたたんでコンパクトになる、まあ、こんぐらいコンパクトだったら車の中に積んどいて、ちょっとした時に使えるので、まあ使い勝手のいいテーブルになるかなと思います。まあ、今回ので作り方が大体分かったし、改善点とかもあるんで、時間のある時に今度は自分用に作ってみたいと思います。皆さんもぜひ挑戦してみてください。